ホワイトサンズミサイル実験場博物館のエアロビーハイミサイルエアロビーは大気上層や宇宙船を研究するための小型の弾道飛行観測ロケットである。1950年代にアメリカ合衆国で用いられた。エアロジェット社で1946年に開発がスタートし、1947年11月24日にニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場で 初めて打ち上げられ 56km の高度に達した。ロケットは固体燃料ブースターと硝酸アニリンサスティナーの二段式で 230km の高度まで到達することが可能であった。機器は常に遠隔操作されパラシュートで回収された。ロケットが高度に達するのに十分なスピードを得るため 53m の高い打ち上げ等を必要とした。 打ち上げ塔は、ワロップス島のホワイトサンズミサイル実験場で、製造され、ミサイル実験艦のウトンサウンド場に設置された。エアロビーは 68kg のペイロードを 130km の高度まで運搬する能力を有した。初めて機器を運んだエアロビーは、1948年3月5日に、打ち上げられた A-5 で、宇宙船測定のための機器を運び、 1 1 7 5トルの高度に達した。最後の打ち上げは1958年で、それまでに改良機も含めて、この場所から165機の打ち上げが成功した。バンガード計画では1段目にバイキング、2段目にエアロビー、3段目に固体燃料ロケットを使用して、バンガード1号が打ち上げられた。エアロビーの改良機は、 1968年から1969年にアポロ計画に関連した研究のために打ち上げられた。エアロビーの開発者たちによってエアロビー灰も開発され、1955年に初めて打ち上げられた。世界中で合計改良機も含めて1037機のエアロビーが打ち上げられた。最後の打ち上げは1985年1月17日であった。 ホワイトサンズミサイル実験場博物館のエアロビー170。ありがとうございます。